秋です。はい、ということで本日はですね、初めてワイヤレスイヤホンの話題をお送りしようかなっていうふうに思ってるんですけれども、皆さんワイヤレスイヤホンと聞くと、何のワイヤレスイヤホンを思い出しますでしょうか。おそらくですね、皆さん結構この、Apple から出ている AirPods Pro を、思い出す方が結構多いかと思います。で、この AirPods Pro が発売されたのが昨年2019年10月末なんですけれども、もうこれが出た当初はですね、もうお祭り騒ぎだったわけですよ。もうこれにかなうイヤホンはこれからしばらく出てこないだろうと、あと 1,2 年はもうこれがね、ワイヤレスイヤホン界を引っ張っていく存在だろうっていうふうに、これが出た当初は言われていたんですよ。で、実際ですね、僕自身、結構ね、声楽をやっている身ですので音楽を結構聞くんですけれども、音楽を聞くっていう時に一番大切なのってやっぱり音質じゃないですか。で、音質っていう点にですね、目を向けた時に、実はこちらの AirPods Pro は実は選択肢から外れるんですよ。で、これはなぜかというと、この AirPods の売りとしてやっぱり一番すごいのはノイズキャンセリングと、外部音取り込みモードの機能の、性能、そしてあとは iPhone との接続の良さ、接続の安定さっていうのがこの、AirPods Pro の売りだったんですけれども、なのでこの AirPods Pro はですね、音質については実はいまいちなんですよね。この AirPods Pro がですね、これからしばらくはワイヤレス業界、ワイヤレスイヤホン業界を引っ張っていく存在だろうというふうに言われてはいたんですが、この2020年4月にですね、実はいろんな会社から新しいワイヤレスイヤホンが続々と登場してきています。その中でもですね、特に人気の高いワイヤレスイヤホンが実は2つあってですね、今回はそのうちの1つのイヤホンを今回ご紹介していこうというふうに思います。もうこのイヤホンはですね、この AirPods Pro と並ぶか、もうそれ以上に高性能なワイヤレスイヤホンだっていうふうに言われているので、今回はこの AirPods Pro よりももうさらに性能のいいイヤホンをご紹介していこうというふうに思っています。それでは行ってみましょう。ということで、本日はですね、こちらのゼンハイザーという会社から出ているモメンタムトゥルーワイヤレス2という、完全ワイヤレスイヤホンを皆さんにご紹介したいと思います。こちらですね、2020年4月16日に発売されたゼンハイザーから出ている完全ワイヤレスイヤホンなんですけれども、このゼンハイザーという会社はじゃあどういう会社なのって言いますと、今年2020年に75周年を迎えられたドイツの音楽機器メーカーになります。ドイツのね、音楽機器メーカーと言ってるだけあって、もう音質に関してはですね、もう群を抜いてもうトップ、もうほんとトップなんですよ。でですね、名前に2っていう風に入っていることから、お気づきになられている方もいらっしゃると思うんですけれども、一つ前にこちらの初代の、ワイヤレスイヤホン、モメンタムトゥルーワイヤレスっていうのが、1年半ぐらい前に実は出てるんですね。しかしですね、その初代の、モメンタムトゥルーワイヤレスはですね、バッテリー持ちがすごく悪かったんですよ。しかしですね、この2になってからそのバッテリー持ちも改善されて、なおかつ、ノイズキャンセリングと外部音取り込みモードまでついた。もうだからもう本当にもうこのワイヤレス業界を、ワイヤレスイヤホン業界をこれから引っ張っていく存在になりうるものにまで進化したんですね。で、この、モメンタムトゥルーワイヤレス2の性能についてここに出しておきますけれども、バッテリー持ちで言いますと、初代は4時間、単体で4時間、ケース込みで12時間しか持たなかったんですけれども、今回この2になってから単体で7時間、ケース込みでなんと28時間っていう、もうワイヤレスイヤホンの中でも結構トップクラスの、バッテリー持ちの良さを実現しています。で、さらに、初代には付いていなかったノイズキャンセリング、そして、外部音取り込みモードまでこちらついていまして、お値段は結構するんですけれども、その値段以上の価値があるって言われているこちらワイヤレスイヤホンになります。
で僕自身もですね、もうつい先ほど開けて、まあ、まだね装着して、まあ、しばらく音楽を聴いている状況なんですけれども、初めてね音楽を再生した時の驚きっていうのはもうすごかったです。はい、もうこのねやっぱり、AirPods Pro に慣れていたので、もう音質に関しても圧倒的こっちですね。でまだねファーストインプレッションの、感想にはなるんですけれども、まあ、これからですねもっと使い倒していって、まあ何週間後かには、まあその何週間後レビュー、良かった点悪かった点含めて、また動画にしようというふうに思っています。で最近ですね SNS 等の DM で結構送られてくる質問として、ワイヤレスイヤホンどういうのを選ぶべきですかっていうふうなね質問が結構多かったんですよ。まあ、またねそういった動画も上げようというふうに思ってるんですが、今の自分からしたらこのモメンタムトゥルーワイヤレス2を断然おすすめします。まあ、iPhone を使っている方であれば、こちらのね AirPods Pro でも十分にいいんですけれども、まあ、Android とかねそういったものを使っている方、はですねもう完璧こっちの方が絶対いいと思います。まあ、もちろん僕自身も iPhone を使っている身ですけれども、 iPhone を使っている身からしてもこれめちゃめちゃ便利です。便利というかこちらめちゃめちゃおすすめします。まだね数時間しか使っていないんですけれども、まあ、これからしっかりと使い倒していってですね、まあ、何週間後かにしっかりとね正確なレビューをまた、動画にしようかなというふうに思っているので、しばしお待ちください。ということで、本日はですねこのモメンタムトゥルーワイヤレス2の、開封そしてファーストインプレッションの動画でございました。この動画が良かったよ、参考になったよっていう方はグッドボタン、そしてまだチャンネル登録してないよっていう方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてですねまたこのチャンネルの拡散、そして概要欄の方に Twitter、Instagram の、リンクも貼ってありますので、ぜひぜひフォローのほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。